じゃあミーティングしますか。作戦内容でね。そうです。やっぱりみんなさ、逃げ行ってて、まあ、フェンはもう何人か行ったら、まあ、その後にもちろん行かなきゃダメだよって。でもまあそのバシバシ行かなくてもいいからねっていう話してたやんか。この言ってしまったら6人がかりで逃げ乗ろうっていう話やから、おのおのが自分が指名されてるっていう認識をもう一回強く持った方がいいね。指名されてる。ごめんね。ねし、そちらせ、igual que hoy。もし今日と同じシチュエーションが起きたらどうするって言ってるんだけど、起きないようにせずしかないよ。起こさないようにするしかない。だからこそ、こうやって分散させるっていう話をしてるから。もしなったら、うん、でも取り返しのつかない状態であれば、うん、心臓破りがやっぱ、うん、ジャンプアップ唯一の場所だから、うん、そこまでに射程圏内にタイム差をとど、うん、めて、例えばルーベンとかを発射して前に入れる、うん、そうだね。チームでゼロまで縮めなくていいかなって、うん、まあ何よりもこれから先のレースを変えていくことが必要なんで、はい、こういうことが起きないようにしないとダメよね。もうたった1ヶ月、2ヶ月、まあ、3月の上旬と、うん、あ4月の下旬で2回起きてるわけやからね。まあ、今回、まあ、文句派が 2人やったけど、その全員で乗っていけよって言って誰も乗れないみたいなのがもう2回起きてるわけやから、それはもう3回目はないよね、さすがにね。そうっす、うん、同じことしちゃったら学習能力がないっていうことになっちゃうからね。うん、もう50分そうそう、だもうみんな疲れてるからフィニッシュ。フィニッシュ。フィニッシュ。ポケモンの表。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう質問が多すぎて疲れちゃう。次だ。予想の中心シェルフォルよりピンフォルテ。中心。そう？サイン？次。東日本ロードクラシック2日目、今日は竹山選手に、レース前のインタビューを聞いていきます。竹山選手、初日昨日終えまして、今日のレースどんな展開にしていきたいですか？はい、昨日はもうチームとして後手に回ってしまったところからいまいちリカバリーすることができずに、かなり厳しいレース展開の中で、まあ、幸いにもリセットかかってっていう感じにはなったんですけど、もう根本の課題の部分っていうのはしっかりチームで共有できたので、そこを同じ過ちを繰り返さずにしっかり今日のレースを走りたいと思います。竹山選手自身のコンディションは？はいいですね、はい、昨日も感触は良かったんですけど、ただあまりにもレース前半から強度割と高かったので、なかなか腰の方が痛んだりとかっていうので、ちょっと足の調子とは違う不調があったので、そこは昨日もしっかりケアをして状態としては整っているので問題なくレースできるかなと思います。チームとして、まあ、モーカハガロードレース、宇都宮クリテ、そしてチャレンジロードと、まあ、外国人も多い中、レースをこう積み重ねていく上で、なんとなくこう変化みたいなのありますか？はい、やっぱりどんどんチーム内でもしっかりお互い意見を出し合って、より良いレース作りのためにコミュニケーションというのもより増えていますし、まあ、当然何でもうまくいくわけじゃなく、昨日のように うまくいかなかったり失敗っていうのはあるんですけど、それをそのまま終わらせずにより良いレースを行うための情報共有であったりとか話し合いっていうのがしっかりできているので、よりチームの中身っていうのはより良いものになっているなと思います。はい、まあ、ぜひ今日2日目ということで、はい、ブリッツの勝利願ってます。はい、頑張ります。ガイドブックとしてね、紙媒体でお渡ししてます、配布してますので、ぜひゲットしてください。ガジンコサイクル TV ご覧の皆さんは公式ガイドブックのデジタル版ダウンロードサービス概要欄に URL を載せていますので、こちらからぜひチェックしてください。皆さんのお手元のデバイスで PDF ファイルを見ながら、そしてこのガジンコサイクル TV のライブ配信をチェック。よーい、
第58回 JBCF 東日本ロードクラシック群馬レースジェプツアー第6戦しかしその後ろにですね、岡本ハイムが愛さんも伸びてきていました。リナーとしての岩浦氏、まあ、メンバー的にはこのチームブリヂストンサイクリングと愛さん工業レーシングチーム、そして島野レーシングあたりが、まあ、アシストからエースを発射させるというような動きだったんですけども、その中、まあ、アシストもそして最後スプリントする、ね、エースも含めてワールドクラスのこの選手を揃えてきたチームブリヂストンサイクリングが見事なゴールスプリント。ありがとうございました。でした。花田今日結構頑張りましたよ。今日頑張った。あ、お疲れ、ありがとう。ナイスアタック。ナイスアタック。あげます。花田は初めて。Porque yo vi la última antes de la subida y yo iba como... Down here, fast. Little bit fast, and one guy push, drop, one guy push, drop, and... Thank you! Thank you! Thank you! Good man, top 10. Good. 東日本ロードレース、デイ2が終わりました。本日ルーベン選手が10位という結果でしたが、ルーベン選手今日のレース振り返っていかがでしたでしょうか。Oggi sei dieci posto anche come sentito corsa della oggi per tutto. Cioè oggi una tappa molto veloce.Però con la squadra abbiamo fatto un buon lavoro e se puoi lavorare bene e siamo arrivato decimo. 今日は本当に速いレースに常にスピードの速いレースになって、
そんな中でも自分たちは常にこうアタックの反応ですとかちゃんと仕事ができたって、みんなでこう仕事を分散することができたって、でその結果トップ10に入ることができたって、はい、言ってます。まあ、実際にこう日本のレースをこれまで走ってきて、日本のレースの印象を聞かせてもらえたらと思います。じゃあファットクアルケコルサデアジャポーネ、ケセンティとコルサデアジャポーネ、ケインプレッシオネ。La corsa de la japonesa siempre se va veloce, siempre tanti ataco, atac, atac, y se debe hacer un buen laboro y andar en fuga, si no ya debe, se debe hacer a rota para esperar el final y al sprint. はい、日本のレースはもう常にペースが速くて、でアタック、アタック、アタックでこうアタックが繰り返されるようなレースなので、やっぱり誰かしらがこう逃げに乗っていくっていうのが本当に大切なレースで、逆に誰も送り込めないとなるともう後手を踏んでしまって、もうそのままもう集団で待機してもゴールでスプリントするしかないって言ってますね。はい、はい、まあ、来週もレースがありますけども、そこに向けた意気込みをお願いします。パルラトゥアモティバートペルプロシマコールサ、プロシマセテマラチェコールサ。シシシヤー、adesso dobbiamo pensare in la gara di Kumano. Penso che nostra condizione è bene e possiamo fare una bella gara, perché in la seconda etapa tante salita che è perfetto per me anche il mio compagno. はい、来週レースはあるんですけれども、そちらのレースは、まあ、もちろんなんですけれども、まず熊野に集中したいということを言ってました。熊野の第2ステージが結構登るコースですごい自分に可能性があると思うので、来週もそうなんですけど、熊野の方に集中したいって言ってました。はい、では次のレースも期待してます。はい、ボナフォルトゥーナペルアンケル、プロシマコールさん、ありがとうございます。